ついガッて見ちゃう。でも全然落ちてますよね。この間と全然違うの分かります。あ、そうですか。安心してる。でこれはパパのママがうまくなってる。あ、そういうことですか。ボーナスをやめたんですけど、してないんですけど、一人でおもちゃを噛んで、ああ、なるほどね。で、振るおもちゃが大きくなければ、この頭までが展開される。これより大きい場合は、ちょっとおもちゃの種類が変えたから。で、打ち手触る遊びがいい。どうですか。あ、そうですか。あ、それぐらいだとね。大丈夫ですか。それをやってる時には拍手していいものやってるのに僕がなって言わないで、それの点数をどんどん上げていってください。褒めれば褒めるほどその点数が上がります。あ、そうですか。多分この後私は講義であると思いますけど、物と行動には全部点数がつきます。スコアってやります。スコアがつきます。でその配分の中身は基礎点と加点って2つに分かれてますね。体操とかスケートみたいな。そうで基礎点っていうのはもともとそのものが持ってる点数で、これは変動ないです。で加点っていうのは上に乗る点数なので、これが我々が触れる点数、これは変化させない。だからそうだ、いい子だね、それいいね、それとかってやってると、これを持ってると急にもらえるんですよね。愛情ですよね。で単価にどんどん入るから点数が上がっていく、そうするとそれの価値が上がっていくわけですよね。でその価値が上がった時に、例えばパパのじゃあ靴下が落ちてました、ね、これが落ちてました。パパの靴下っていうのは体臭がついてるので、飼い主さんの体臭、メガネとかもそうですよね、携帯全部体臭がついてるので、もともとその基礎点がすごい高い。でその時にたくさん褒めてもらったおもちゃっていうのは合計点が上がってるから、1点でも上回ればその靴下は選択しない。おもちゃを選択する。逆におもちゃを選択しないで靴下に行っちゃった、しまった。おもちゃの点数が低かったと思わない。深い。はい。そう、だからそうやって得意なものを作ってます。ね。基礎点自体も上がってくるんですよね。基礎点は初めから。最初から変わらない。そこは変わらない。そう。ただおもちゃメーカーってありますよね。ああいうところはより高い基礎点になるものを一生懸命作るんです。やっぱり飼い主さんの匂いとか、そういうものにはかなわない。お水を飲むとまだむせます。まだむせますか。むせにくくなりましたけど、むせ。10日ぐらい前に。あ、そうそう。去勢しました。で、まだ抜歯してない状況です。傷はすごく綺麗です。あ、そうですか。散歩してると変わった色ですね。ああ、そうですね。綺麗ですよね。そういうすごくその言葉をかけてもらいます。珍しいですね。ああ、お子ちゃんじゃない。これは相当やばいぐらい落ち着いてます。言われません？言われますよね。1歳なのにこんなに落ち着いてるの？言われますよね。エスメソッドを幼少で受けていただくと、大体生後5ヶ月で2、3歳ですかって言われます。あ、そうなんですか。だって面白くて、コミュニケーションが成立すると、こうなんていうのかな、おとなしくなる。だから海外の犬って子犬なのになんか落ち着いてて、まあその割には体の使い方はまだまだこういうので、ね、日本の子犬ってガチャガチャしてますよね。あれね、実は子犬ちゃんっぽくて可愛いと皆さんおっしゃるけど、あれパニックです。パニックを見て日本人はそれしか知らないから、可愛いって言ってるだけでキャンキャンしてると、だからコミュニケーション成立するほど落ち着くから。僕もほら、子犬を迎えて競技会で奈良市で連れてくるんですけど、鈴木先生の犬は何と見ても子犬のくせにしらけてるなと。ああ、つかぶらない。そうですね、うん、で通常コミュニケーションが成立していれば飼い主以外とかには通常行かないんで、ご挨拶なんてしないんですよ、うん、朝全然行きます、うん、まだ行きます、うん、まだです、もうちょいです、うん本来犬って隣の群れと交わらないシステムだから、ね、首の状態いいですけどね。そうですね。先生散歩から帰ってきて、はい、足をこうウェットティッシュで毎日拭いてるんですけど、うん、その右の足を拭こうとする、右前足を拭こうとすると、こう持って拭こうとするとすごくなんか痛いのかなとか。ああ、反らす？うん、反らします。すっごい反らします。ねじります。じゃあ肩の角度とか肘の角度が悪いかも。持つとき。ああ、持つとき。拭くときね。後ろで引っ張ってますか？前だ。前で持とうとすると最終的にこの子が姿勢を変えることで、後ろにこのように拭くことになります。それはその角度はしてくれって言ってます。犬の肩って前に行かないようにしてて、前でこれをやっちゃうとここにロックがかかっちゃって、格闘技の関節技みたいになっちゃいます。でわざとこれをやる鳥間さんもいます。逆に詰めてるとかこうやって持って。痛いから動けなくなるんですよ。自分で動くと痛いからわざとこれやる方がいるんだけど、それはダメで必ず処置は全部後ろでこちらでやるんです。でなおかつ人間がやりやすいようにこう開いてもダメなんです。ストレートにしか動かないから外開かないですから、必ずこの位置、どっちかというと内側ぐらいで処置されるんで、この後ろもそうですね。こっちも後ろも外のが開きにするんですね。前よりは開きますけど関節技をかけてたね。それは嫌がりますね。じゃあ左手の時は我慢してこう上げてくれてる。そうですね。右はたまらない。多分ママの利き手によるんだと思う。角度が右利きですか？右です。右ですね。そうこうやってこうだから、こっちはストレートで動かせる。こっちって変な形になるんですよ。それでこう。動きです。もう本当真後ろ向くもん。いい子ですよね。でもちょっとやめてもらえますか。そう言ってるから。なんか訴えてました。これやっぱり先生に聞かないとダメだね。でもそれもやっぱり表現としてやってるから、読み取るっていう努力がね、素晴らしいですね。家で遊んでると急におもちゃで興奮して家中を。自由自在に走り回るんですけど、その時は飼い主としては静かに見守ってればいいんですか？どうしたいかですよね。例えばフローリングむき出しのエリアがあって、そこ走ると危ない、だからやめてほしいっていう場合は、その場から立ち去るのがいいです。だから見ない。フローリングはないです。フローリングはない。じゃあ安全で別に走ってもまあまあ大丈夫だろう。まあまあですね。まあまあっていうことなんであれば、見てるんです。やめてほしいときは立ち去る。立ち去るのがいいでしょうね。あとは呼んじゃうか。別の行動を引き起こしてそっちを褒めるか、相手にしないかどっちか。あと歯ブラシ挑戦してるんですけど、昨日も先生の動画見てたんですけど、こうちょっとやってでこうやめるじゃないですか。であれ1日っていうかこう30分とかの間にこう何回もやるんですか？1回離して。あ、そうです。とりあえず1回解放してもらえるんだっていうのが分かれば、羽交い締めにして一気にとかっていうのがダメなんですね。でトライの回数が多ければ多いほど練習になるので、ちょっとやって下がった、うわ俺こうだったんじゃないで、また1回解放して、ちょっとだから我慢するのを解放してもらえるっていうのが分かってれば2本目にチャレンジだと。それを1日に3回も5回もやるんですね。100回もやってます。ああ、そういうことなんですね。